それでは有理数の再構成のもう一つの計算としまして有理数の循環小数表記からの復元の方法について紹介したいと思います。有理数の循環小数表記からの復元に関して先にテキストの例題4.84をちょっと見てみましょう。 で循環小数ここでは0.285714ですね285714を循環節に持つような循環小数をまあ規約分数で表すという問題を扱っています。でまあこの,あの循環節を見た瞬間にこ,うあのこれが7分の2を表すということがこう頭に浮かぶ人もいるかもしれませんけれども、まあ、あのこれまでの方法としましては、えー、とこの循環節 施設からを使ってです、ねえー、とこのスライドにありますように R を999,999分の285,714であるということを関係値を導いて、まあ、そこからえと7分の2という計算、えー、結果を得ていましたでしかしながら、まあ、これまでの方法ですと,、えー、と分母の値 t がです、ね、例えば SSM という値で抑えられるときに、まあ、循環節の 長さ、えー、と十進だったら受信の桁数がですね、だいたいその m の大きさになるということなんですね。で、例えば今ここではその、えっと、元々の有理数の分母の大きさが7なんですけれども、そうすると、えー、この後方法で教えていることはその循環節を計算しようとした時のその桁数がですね、だいたいが六桁ぐらいになると。 いいうことを言っていますので、まあ、あのたかだかその7ぐらいの分母を持つその循環総数からの有利数の付近をするためにあの6桁もするような大きな整数を扱うのいちいち扱うのはかなり大変だということになります。そこで次のような問題設定を考えましょう。 今与えられた有理数が、あの、z イコール t 分の s という形であるとします。で、ここで、えっと、s と t の代償関係は、まあ、s よりも t の方が、あの、大きくて、で、あと、えっと、まあ、s と t 両方もとも、あの、0以上であるものとします。そして、まあ、t は、えっと、large m という整数よりも小さいものとします。で、それからもう一つ仮定としまして、 ここにありますようにその10の形状が 2m 乗よりも大きいようなそういう条件を満たす k に対してこの有理数 z の小数表記がですねこちらに b で表すように小数第 k 位までは分かっているものとします。そしてこの z の分かっている小数表記をですね 0.z1z2z3 から zk というふうに表します。 でこの時に今回学ぶ次のアルゴリズムで Z の規約分数表現が得られるというのがここでのお話ですではそのアルゴリズムの説明に入りますアルゴリズムでは r a t シ o n a l r e c o n s t r という名前を付けております入力はまず Z イコール T 分の S の循環小数表記 B ですね えっとこれはあの t 分のスは先ほどのスライドのカッコ1式で得られたようなもので、まあ、実際にはその小数表記、えー、と先ほどのスライドのカッコ2式の形の b が得られているものとしますそれからあと分母分子および分母の上階の m それからあと,あの、えー、と m が t 以上を満たす、えー、と m に対して まあ、あの10の形状が、えー、2m 乗を満たすような形が与えられているものとします。えー、そして、まあ、出力としましてはこの、えー、と目的とする z の気安く分数表現、えー、z=s' イコール、s、オーバー t't'、えー、分の s' をまあ出力とします。で、えー、と次がそのアルゴリズムの各ステップです。 まず最初にのステップでは、n、変数 n に10の形状を代入します。そして b' にはこちらにありますように n×b のえっとフロアですから n×b を超えない最大の整数をこの b' に代入します。で次に2番目のステップでは この1番目のステップで定めました n とですねそれから b' から始まるそしてこれの拡張ユークリット誤助法の各ステップの RiSiTi を計算していくわけですけれどもまあその際に Rj が m よりも Rj 乗与ですね Rj が j m よりも小さいという条件を満たす最小の j を求めます。 でここでまああの各種ゆっくりとご情報の計算は終了するわけですでそしてこの2番目のステップで求めたこの最小の j に対してこの時の sj を s' それからマイナス tj ですね tj に対してマイナス tj を t' と置きますで最後にこの第3ステップで求めた s' と t' から t' 分の s' と としたこの有理数を介してこのアルゴリズムのの計算を終えますでこのアルゴリズムによる計算の正当性はテキストにあります定理4.83に示されています。定理4.83をご紹介しますとこのデソナルリコンストラクションのアルゴリズムの出力 t' 分の s' は与えられた小数表記 b が表す まあ有理数 z のまあ規約分数表記であるというものです。えっと証明の方は時間の都合であの省略しますが、あの証明はテキストの方にありますので、まあ興味のある人はあの確認しておいてください。えそれではあの先ほど冒頭で紹介しました例題四点八十四に戻ります。でここではその循環小数としてまあ零点二八五七一四という循環節で与えられた 循環小数を規約分数で表すというものでしたですので本来としてはこの7分の2という分数が得られれば計算は成功ということになりますそこで今回紹介しましたアルゴリズムを用いてその計算を行いますアルゴリズムの入力としましては B に0.285714というのを入力しましてそれから えーまあ、あのこれからもと,もともと与えられているはずの有理数 t 分の s に対して、まあ、その分子および分母の上階の整数を m ですねラ a r m を7としますと、えっとまあ、このことからですねその2る m の2乗というのをまず計算しますとこれが98になりましてでこの98よりもまあ10の形状が大きくなるような、まあ、k の最小値ですね。 その場合はあの k は2になりますので、ま k は2というふうに置きます。で、とここまででま k が2と置きましたので、n にはその10の形状すなわちここは10の2乗を代入します。えと100は代入されます。それからあと b プライムは n かける b のまフロア関数の値ですけれども、えこれはえと100かける0.285714の 整数部ということで計算しますと2 8 5五7 1 4の整数部ですからまあ28とこれはあの B' に代入されます。で、まあ、次のステップでこの N と B' ですね100と28から始まる拡張ユークリットのご情報を計算するんですがここではその乗与 Rj が、えー、とラジ g e m の値7を下回る小さくなる最初のステップまで計算をします。 でまあ、これで計算を続けていきますと、まあ、R0 と R1 を与えて R2、まあ、R3、R4 となったところで、まあ、R4 が4と出てきましてこの l a r g e ル7を下回りますので、まあ、ここであの計算を止めます。そしてまあこの時の J4 というのを後で使います。で、えー、と先ほどのスライドにありましたように、まあ、あの100と28から始まる ゆっくりとのご情報を計算したところ、まあ、R4 となったところでこの R4 の値がまあラジウムイコール7を下回ったので、まあ、ここで計算を終了しましたでそこでまあこの R4 に対応するこの S4 と T4 をあの使ってまあ有理数を復元しますで、えー、とアルゴリズムに従いますと,、えー、と分子はこの S4 とそれから分母はス t 4を使,使いますとそうしますと S4 と T4 がそれぞれ2とマイナス7ですからこのことから R は7分の2あるというふうに元の有利数が復元されました。今回の授業のまとめです。今回は有利数の再構成ということで一、えー、つ目の計算としましては有利数を常用々に埋め込んでの計算を行いました。 それからもう一つの計算としまして有利数数ののの循環小数表記からの復元の計算を扱いました、えー、と次回のこの授業では中国常用三法の応用としましてモジュラ三法という一連のアルゴリズムを紹介しましてその具体的な計算として次回はその行列積の方計算という計算を扱います。 テキストでは第4.9節にありますので、まあ、必要な人は予習をしておいてください。それでは今回の計算基数学1の授業はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。